今回広島大学大学院史の解説を始めたいと思います。今回理学の問題で図に示すようなサイクロイド曲線、まあ、この図なんですけど、この図は θ が −2π から 2πまでを倍解変数として a を正の実数として xy がこのように書けると表すことができる。この時タンジェント θ は dy dx は曲線の接線の傾きとなっている。 y 軸の負の方向に重力速度 g がかかっている時、曲線上を摩擦なく滑らかに運動する質量 m の失点を考える。以下の問いに答える。1番、失点を θ イコール −2π から初速度0で静かに離した時、失点の速さ v を θ の関数として表せという問題です。まず1番ですが、1番はエネルギー保存則を用いて、まずは初期値のエネルギー、初期値のエネルギーは速さが0でポテンシャルエネルギーのみなので、で、−2π から落とすので、このような式になります。で、これの a 分の 1-cos2、これですね。の y を代入しました。すいません。ちょっとここ 2θ だったんですけど。で、計算すると、あ、すいません。あとは、こっちが、運動エネルギーの2分の 1mv の事情プラス、まあ、ある2の角度 θ の時は mgA1-cos2θ で、ここが y ですね。ここが y で、なので、まあ計算すると v イコールルート 4ga のコサイン事乗 θ となります。まあもうちょっと書くなら、ルート 4ga のコサイン θ の絶対値となります。今回 −2π から 2πなので、コサイン θ っていうのは絶対0以上であるので、答えとしては 4gaコサインシータとなります。で、次に2番ですが、2番はシータが微小量 d シータ変化したとき、曲線に沿った長さの変化 dl を a シータ d シータを用いて表せという問題です。まず dl ってのは dx 事乗プラス dy 事乗のルートでかけるので、で dx を外に出すと1プラス dy dx の事乗で、 dy dx ってのはタンジェントシータだったので、タンジェント事乗シータで、dx を代入して、で1プラスタンジェント θ の事乗ってのは、コサイン事乗 θ の分の1なので、このように計算できて、で、これを計算すると、4a コサイン θ 絶対値の dθ となります。まあ、今回、−2π から 2πなので θ が、なので、コサイン θ でも大丈夫と思います。3番、失点が −2π から 2πの区間を移動する時間 t を求めようという問題です。−2π から 2πで v 分の dl とすると時間 t が求まります。で、まあそのまま代入していくと cosθ が消えるので、このようになって答えが 2π ルート10分の a となります。次4番ですが、失点に働く曲線の接線方向の加速度の大きさを maθg から適当なものを用いて表せという問題です。加速度を a とすると運動方程式が接線方向でこのように書けます。ので答えとしては −gsinθ となります。次に5番ですが、5番は θ イコール0から θ イコール θa までの曲線の長さを求めるという問題です。これはまあ dl を積分すればいいので、0から θa までの dl で代入して計算すると、まあ 4acosθ だったので積分して sinθ が出てくるので、まあ、代入して 4a1-sinθa となります。 4a sinθa ですね。すいません、ちょっと答え間違ってなんですけど。で、6番ってのが θ イコール0を原点とすると、θ イコール0を原点とする曲線に沿った変位を s とするとき、 s を変数として失点の運動方程式を求めようという問題です。まあ、運動方程式ってのはもうこのように書けます。で、7番ってのが動力の運動方程式がどのような運動を記述しているか述べようという問題です。で、ここで θ が小さい時を考えると sinθ っていうのは θ になって、 s っていうのは今回はこれとまあ同じ意味を表すので、このまま θa ってなってるんですけど、 s イコール 4a sinθ であるので 4a θ となります。なので、この6番の式がこのようになって、これは何を表すかというと単進度ですね。なので、まあ例えば −2π から落として、まあこんな風に周期運動をすると思います。今回は以上になります。